この辺すごく新たな味を感じます。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーした。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回紹介する商品は、様々なシーンで大活躍、寒さに負けずわずか3秒で暖を取ることができる、冬を思う存分楽しめる防寒電熱パンツを紹介します。開封の儀、こちらでございます。開けていきます。オープン。2つ入っていました。まずはこちら、バッテリーです。AC アダプタータイプ C 充電ケーブル、これくらいの長さです。つなげられます。おお、はい、タイプ C と USB と DC 電源入っております。ではこちら開けていきたいと思います。電熱パンツ、お、膨らんできました。取説すべて日本語表記、3ヶ月保証もついています。ではこちら、おお、では着ていきたいと思います。このまま切れそうなのでこのまま切ります。こんな感じです。動きやすいです。ここにボタンがついています。かなり下まで続いております。ポケット、ここからここまで、さらにここですね、ポケットが入っております。前面は特になし、横もなしで、ここマジックテープがついております。マジックテープ、あーあーあああ、おー、なるほど、すげえぞ。ファスナーがありまして、ここザーッといきますと、おーおーおー、なるほど、これ横から全部いける。これもうこんな感じで、このマジックテープもですね、ここ長くつけられていますので、キュッと絞めることもできます。ここもですね、足で首の部分、かなりマジックテープが長く貼られてますので、ギュッと締めたいときはこういう感じで。で、ここなんですけども、この三角、ここがスイッチですね。ここをきちんと。ちなみにポケットはないですね。いや、あったかいですね。このような生地となっております。すごいあったかいです。足の方の部分も、はい、このような生地となっております。後ろですね、後ろ、あ、かける紐がついています。はい、あとここベルト、後ろにも2つと前にも2つ、ちゃんとベルト穴もついています。このような形でございます。畳むとこれくらいのサイズとなります。厚みはありますが、その分めちゃくちゃあったかい仕様です。細部までこだわりが詰め込まれたパンツ、こちらの電熱パンツ、上質な生地で着心地がいいながら、裏地にはふんわりとした柔らかいボリューム感のある中綿仕様です。さらにヒーターとの組み合わせで、ズボンの中を保温する上、重ね着では得られない確実な暖かさ、防寒性能を発揮してくれるすごいパンツです。また膝の空間を広くすることで柔軟性が上がり、動きやすさもしっかりと対策済み、ピッチピチではなく広めに作られております。ここもマジックテープで幅を調整することができます。表面には耐磨防水の高い 600D オックスフォード生地を採用、防風性に優れ、撥水加工のため水気を弾き、突然の雨や雪でも安心して使用することができます。両サイドにジッパーが付いており、脱着がしやすいありがたい仕様。またウエスト両脇にはサイズ調整用アジャストベルトを搭載、ギュッと細くすることもできますし、広めに幅を取ることもできます。3秒速暖について、前後7箇所に広範囲のヒーターを搭載、 12V の高高出力速暖効果を体験することができます。また極細でありながら強靭な日本製マイクロファイバーを使用、こちら熱伝導率が高く、発熱温度は最大75度、一瞬で下半身がポッカポカになります。早速ですね、こちら本当に3秒速暖なのかをですね、実際に体感してみたいと思います。ここですね、こちらでございます。このカバーはつけた状態ですね。で、ここを外します。こちらをここにつけます。はい、
そしてこの内ポケットに、はい、紐は外に全く出ませんね。これでバッテリー装着完了です。こんな感じです。この中にバッテリーが入っております。はい、ではでは効果を見ていきたいなと思います。ここですね、電源ボタン、長押し、お、光った、お、お、あったかあったかあったかい、マジで、マジであったかい、なんか一瞬なんか青くなりました。はいはいはい、お、あったけあったけ、ほんとあったけ、とりあえず約1分ぐらい温めましたが、暖かさをとても感じる部分はやっぱこの辺、膝、あ、ここからここまではですね、温かみを感じます。あ、これはいいわ、あったか。はい、この辺はですね、やはりバッテリーのためはもっこりはしますが、このバッテリー自体は特に発熱はございませんね。はい、この内股あたりがですね、とても温かみを感じます。大容量バッテリーについて、こちらの断熱パンツ3万ミリアンペアワーの超大容量専用バッテリーが付属。バッテリーの容量は低温モードでの使用で最大10時間、電源コールと接続をするだけで簡単に使用することができます。このポケットは太もも側に配置、これによりパンツにかかるバッテリーの重量を少し軽減をしてくれます。またバッテリー本体にはデジタルの残量表示で充電のタイミングを知ることができます。ただいま 63% ですね。あったか。3エリア独立制御システムについて、こちらの電熱パンツ3段階温度調整により使う画面に応じて一番合う温度を組み合わせることができます。操作はボタン、ワンタッチ、赤、青、緑の順番で切り替えを行うことができます。このランプの色によって今の温度の段階を一目で知ることができます。また電源ボタンの中心を長押しすることで全エリアを同時にオン・オフ切り替えることができます。パンツの腰、腹部、膝裏&ももの3エリアに分かれており、それぞれ個別に温度調整が可能です。電熱パンツいかがだったでしょうか。主な使用シーンとしては、オートバイ、サイクリングはもちろん、スキー、スノボ、スケートなどのウィンタースポーツ、登山、釣り、キャンプなどのアウトドア活動などに大活躍できるこの電熱パンツいかがだったでしょうか。寒さに負けず、たった3秒で暖を取ることができます。ちなみにパンツが汚れちまってもバッテリーを外すことで洗濯機で丸洗いを行うことができます。またサイズ展開は、今回紹介したものは一番小さい1サイズですが、最大 3L の5サイズで展開をしております。また本体は普通にモバイルバッテリーとして使うこともできます。ご自身用はもちろん、敬老の日、記念日、誕生日、クリスマス、新年など大切な人への心温まるプレゼントとしても喜ばれること間違いなしです。この商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。はい、もう一つですね、こちらバリエーション違いも開けていきたいと思います。こういったデザインです。おお、これはこれでなんかかっこいいデザインだ。このようなデザインでございます。色としてはホワイトというかグレーな感じですね。で、ここにいい感じのロゴがあります。そしてここら辺、こんな感じでございます。ドラマの監督でした。また次の動画で会いましょう。冬の外は怖くない。本番行きます。2つ入っていました。足つる足つる、あったけー。あ、これはいいわ。